皆さんこんにちは、ドクター P です。本日もスタジオからお届けしています。早速ですが今回のテーマはこちらです。はい、男性の胸の写真ですが、少し胸が膨らんでいるのでしょうか。男性の視聴者の中には、思春期の頃に胸が大きくなって T シャツに擦れると痛みが出て悩んだ経験のある方もいるかもしれません。こうした男性に起こる女性の胸のように発達した乳腺を女性化乳房といい、多くは健康診断などの医師の診察で偶然発見されます。思春期などに生理的変化で起こることもあれば、病気が原因となることもあります。また太って胸が出てくる人もいますが、女性化乳房と肥満や乳がんとの違いはどのように見分ければよいのでしょうか。どんな病気や病態で女性化乳房は起こるのでしょうか。それではスタジオを出て解説します。それでは女性化乳房について解説します。男性で明らかな乳房の膨隆を認めるもので、組織学的には乳腺組織の良性増殖を言います。乳頭下に直径 2cm 以上の触知可能な高血で圧痛を認めやすく、通常は両側性ですが変側性や片方のみ大きく肥大している症例もあります。乳がんとの鑑別は図をご覧ください。乳がんは変側性で圧痛を認めず、部位も乳頭部から離れています。肥満による乳房は乳腺でなく脂肪組織であり、偽性女性化乳房と言いますが、これは高血を認めません。次に診察の仕方について解説します。図のように親指と人差し指を乳輪部に向かって進めると、乳輪部の真下に大きめのボタンくらいのサイズの防振炎状の硬い円盤状の組織を触知します。では女性化乳房はどうして起こるのでしょうか。これは男性ホルモンであるアンドロゲン作用と女性ホルモンであるエストロゲン作用のアンバランスで起こります。一過性の生理的な女性化乳房は幼児期、思春期、中高年の男性に見られることがあります。生まれたばかりの乳児の 60-90% が胎盤を通した母親のエストロゲンの影響によって一過性の女性化乳房を有するとされています。第2のピークである思春期女性化乳房は通常10-12歳で発症し、13-14歳でピークに達し、一般的には18ヶ月以内に退縮しますが、罹患者の約 20% は成人になっても残っています。第3のピークは中年と高齢の男性に起こります。図はエストロゲンとアンドロゲンのアンバランスを示したもので、エストロゲンの上昇もしくはアンドロゲンの低下のいずれかの基礎で起こります。原因は多岐にわたりますが、生理的反応以外にも内分泌疾患、肝硬変や低栄養などの全身疾患、腫瘍、薬剤性に分類することができます。ここでクラインフェルター症候群について簡単に解説します。男性は XY、 女性は XX の性染色体の組み合わせで性別が決定しますが、クラインフェルター症候群では男性の X 性染色体が1つ増える XXY や2つ増える XXXY など、 X が少なくとも1つ以上となっている先天性疾患です。アンドロゲンの1つであるテストステロンの低下によって四肢が長くなり、思春期も遅れ、精巣が萎縮し、男性不妊の原因となる無精子症や女性化乳房を認めますが、軽症例では成人になっても診断されていないこともあります。次に薬剤性の女性化乳房にはどのようなものがあるのでしょうか。循環器用薬、消化器用薬、抗精神病薬などで起こることが知られています。例えばタリウム保持性利尿薬として使用されているスピロノラクトンでは、アンドロゲン受容体に結合してテストステロン及びジヒドロテストステロンの受容体への結合を阻止することにより抗アンドロゲンとして作用することが推測されています。最後に診断のアプローチについてご紹介します。原因を念頭に病歴では薬剤歴を確認し、精巣の触診もしっかりと行い、血液検査では肝機能、腎機能、甲状腺機能に加えて必要に応じて HCG、LH、エストラジオール、テストステロンの測定を考慮します。
スライドの参考文献です。これで本日の講義はおしまいです。ご視聴どうもありがとうございました。